史上最強のバッターと聞けば誰を思い浮かべるでしょうか。王貞治やイチロー、大谷翔平などなど、浮かべる答えは人それぞれかと思います。ただ史上最強のバッターではなく、史上最強の右バッターと聞かれれば、多くの人が落合博満を思い浮かべるはずです。史上唯一3度の三冠王を獲得者であり、多くの一流選手が落合の凄さを語っています。今回の動画では一流選手が語った落合の伝説をまとめていきます。世界のホームラン王である王貞治、通算ホームラン数868本は永久不滅の大記録です。王は現役時代に落合と対談を行っており、そこでこう語っています。落合ほど誤解されている選手はいない。これは当時の落合が練習を非公開にしていたことから、練習不足を指摘する記者やファンが多かったことが背景にあります。そんなわけがないことは同じ一流として分かっていたからこそ、王は落合に対して誤解されているという表現を用いたのです。落合も王のホームラン記録には到底かなわなかったと語っており、両者ともに認め合っていたことが分かります。世界の安打製造機であるイチローはインタビューで落合を評して天才という言葉を使いました。誰がどう見ても天才であるイチローが最も驚いたのは、落合の代名詞である神主打法、あの構えで打てることがまず天才と語っており、同じ天才でも真似はできなかったのでしょう。落合自身もすごいと思うバッターを3人挙げた時にイチローの名前を挙げており、あれは努力の結晶、相当振り込んだと思うよ、練習量があったからこそのあの技術と結果だと凄さを認めています。名将でもあり、現役時代は三冠王に輝いた野村克也も落合のことを絶賛しています。あいつはすごい、三冠王3度は考えられないことだと語りました。あまり褒めるイメージがない野村克也でさえ、落合には最大級の賛辞を送っています。古田敦也は自身の YouTube にて落合の凄さを語っています。特にすごいポイントとして挙げたのが選球眼です。落合の選球眼はズバ抜けていたようで、2ストライクで落合が見逃しても審判はストライクと言えなかったそうです。間違いなくストライクだと思った古田は審判に、なんでなんですかと聞きましたが、その審判は落合さんが見逃しているんだからボールだろうと言わんばかりの態度だったといいます。審判を操る、そんな嘘みたいな能力もあったようです。多くのレジェンドが天才だったと語る前田智則も若い頃から落合を研究し、落合をよく知る人物の一人です。そんな前田が挙げる落合の凄さが軸足、打つ際の軸足、つまり右足の凄さに驚いたそうです。バッティングの際に右足がほとんど動かず、前田はその軸足を化け物と表現しました。特に股関節より下の筋肉がすごかったそうで、落合さんの軸足はすごいと何度も繰り返し語っています。バッティングの最中に体重が前に行くのをギリギリまで我慢できるため、ボールを見る時間も長くなりますし、ボールに伝わる力も大きくなります。落合が監督を務めた中日で共に黄金期を築いた和田一浩は、落合に関して町玉の凄さを語っています。落合は常にインハイのボールを待っており、そこからアウトコースに広げていくそうです。これは落合がインコース打ちに長けており、右にも左にも打てるからですが、通常インハイを待つというのは考えられないことだと和田は言います。インハイの球を打つためには始動を最も早くしないといけないため、アウトコースにボールが来た時に我慢できないんだとか。しかし落合は持ち前の軸足の力でしっかりとこらえて打つことができました。落合を尊敬し打撃フォームを真似たこともある中村典弘、若い頃から落合を尊敬し、なんでこんなに簡単にホームランを打てるんだろうと研究を続けました。ビデオが擦り切れるまで研究を続けたといいます。試合中にもかかわらずファーストを守る落合と話をしたくてフォアボールを選んだこともあるというから驚きです。そんな中村は落合が監督を務めていた中日に育成契約で入団し、活躍したこともありました。憧れの落合に拾ってもらった恩は想像できないほど大きいはずでしょう。落合自身もそんな中村に関して語っており、引っ張りにこだわらなければもっと数字を残せたと実力を評価した上でこう話しました。清原和博は現役時代チームが違ったにもかかわらず、落合にアドバイスをもらいに行くことがありました。同じ右打者ということもあり、
球界最高の技術を持っていると思っての行動でしょう。また落合自身も清原を高く評価しており、史上最高の高校球児は清原で、俺の記録は全部抜かれると思ったと語っています。ただ一方で無冠の帝王と呼ばれるなど個人タイトルに縁がなく、落合と比べれば見劣りする数字になったことについては、実力と才能を高く評価しているからこそもったいなかったと語っています。ここまで紹介した選手より落合の凄さを肌で感じたのはピッチャーで間違いないでしょう。ここからは落合に痛い目を見させられたピッチャーを紹介します。工藤は最も嫌なバッターとして落合の名前を挙げています。同じパリーグだったこともあり、対戦回数の多かった2人ですが、どこに投げても打たれるような感覚があり、対戦の前から今日は落合さんに何本打たれるのかなと考えてしまっていたそうです。そんな落合の特徴としてスイングスピードを上げており、自分が投げたボールがキャッチャーミットに収まる直前で消えるような感覚だったと語っています。ミスター完投として知られる斉藤正樹は中日時代の落合と対戦、すでにベテランの域に達していた落合でしたが、斉藤はその選球眼に驚いたといいます。ボール球は絶対に振ってくれないので、ストライクで勝負しなくてはいけなくなり、常に自分が不利な状況だったと語っています。また9回ワンアウトまでノーヒットノーランだったにもかかわらず、落合にサヨナラ逆転スリーランを打たれたこともあり、とても悔しかった思いがあるそうです。130キロのストレートでバッターを翻弄した星野伸之も、落合に関して全く抑えるイメージが湧かなかったと語っています。そんな時、落合自身にどの球種を待ってるんですかと聞いたところ、お前の時はストレートしか待っていないよ、遅いボールは対応できるからと言われたそうです。この答えを聞いた星野は、それは抑えられないわと思ったと語っています。最後に紹介するのは長嶋茂雄の息子である長嶋一茂。タレントとして見ない日はありませんが、残念ながら野球選手としては一流と呼べるほどの成績は残せませんでした。そんな長嶋ですが、巨人時代には落合と共にプレーし、バット持ちとして行動を共にしたこともあります。間近で見ていた長嶋はその練習量の多さに驚いたそうです。練習が少ないとも言われていた落合ですが、ホテルでも素振りをするなど常にバットを振っていたと語っています。ただその練習内容はあまりにも特殊で、キャンプの時にはマシンと整体して体に向かってくるボールを打っていたそうです。一流の中の一流という言葉がぴったりな落合、残した成績もそうですが、一流選手からの声をまとめると、まさに史上最強の右バッターと呼ぶに恥じない選手だったことがわかります。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。